その前に先じゃ、はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。はっ。巡ってここに至るか。ははは、人の絵にしとはつくづく面白い。そうは思わぬか。のう、セキロよ。あなたは。して、そのお主が何を知りたい？巫女様の目指す、不死立ち、その鍵となるものを。不思議り。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬものとは。虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが、首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。うん。
そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りはいずこに？仙宝寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは？ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。不思議りはせん、ただ不思せき不思立ちのた、行く不思立ち、そして関わる者の願いやら迷えば戦に。そう、せきろよ。せきろよ、不思。行くか、せきろ。ではな。せき不思立ち。行くか、では。まだ埃がひどい。一心様とも哀れたようですね。礼を言われた。源一郎殿を斬ったことへ。そうですか、源一郎殿。まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについては聞いた。して共に不死立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助けかたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クス氏として助けとなりましょう。
オオカミ殿、ほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の節立ち、どうか叶えて差し上げてください。オオカミ殿、みくる。では埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい、不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り、先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど、確かに流陰の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。行為、私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは。花だな。花とは。まずはこれを。これはタケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。このアシナを貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の効の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど、ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに。城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。巫女様、こちらを。これは源の功を求めた者が記した書物か。はい。光輝を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。アシナの底とあります。そういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。わかります。うん、思い当たる場所がないか。は、巫女様、こちらを。これはもしや桜しずくか。それは流陰の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜しずくもまたそなたの力としよう。ありがたく。
わかった。目を閉じてくれ。は。タケル様の留飲もまた、そなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ぎおい。行くか、狼よ。は。狼殿、狼とほんの眉間のシワが黒。では戦況に至るため、源の好機について突き止めねばならぬ。見つけた手がかりについて話そう。なあ、そなた、香炉の残り香は嗅いでみたか？いいえ。そうか。ならば後で。かすかだが、何やら香りが残っておるように思う。おお、そうか。どうじゃった？はい、何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした、狼？あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか？おそらくは。ですが、思い出せません。そういえば、エマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。戦況に至るため、源を見つけた手がかり。香炉に残っておったのは、じゃが、エマ殿ならば、行くか、狼よ。は。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。床桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが床桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた？枝を倒り、花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。狼と本見黒では、エマ殿に
桜の木のことを聞きました。おう、どうじゃった。その桜は常桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが何者かが常桜の枝を倒り持ち去ったといいます。ふん、誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。ぎょい。スミス、行くか、オオカミ。戦況に至るため見つけた手がかり。行くか、オオカミよ。オオカミ殿、オオカポンミケンクロウさん。では。さ、じゃでもわしは忍びを捨てた。じゃがその死のそのわしが腕を失ったお前さんを拾いんがよな。わしはじゃそいではまっ。一心様がお好きなお酒ですね。いただきましょう。おいしい。何か話してください。一つ聞きたい。はい。剣の死は誰だ。剣、私はクス氏ですよ。誰だ。一心様です。ですがほんのたしなみです。お主の剣気、とてもたしなみとは思えぬ。何のためだ。人は斬りません。
人は切らぬ。はい、人を切りたいなどは露ほども、ただ鬼など出れば切りたいと思っています。鬼本気に取らないでください。ほんのざれ言です。狼との本三木九郎様の不では狼の本。